こんにちは、劇団スカッシュ大塚達也です。今から大阪に向かいたいと思います。一人で新幹線乗れるかちょっと不安なんですけど。はい、今新幹線乗り場を探して迷ってます。パニックザパニック。やべえ、超すぐ来れました。結構早く来ちゃってたんでね、結構待ちだな。ジャンプでも読むか。はい、このチャーハン弁当を買いました。のぞみ307に乗ります。電車が来ました。今から新幹線乗ります。隣めぐさんでした。隣めぐさんでした。トノブが来ました。トノブは名古屋から乗り込んできました。今ようやく大阪に着きました。大阪に、こちら今伊藤の分と、そしてこの見てメグさんが、おメグさんこんなに荷物を持っています。今からこの棒を使います。さあ着きました、大阪。さあそろそろ副島さんに、はい、あ、いいためです。いや恥ずかしい、恥ずかしい。あー、ここだよ、ここだ。副島さんとメグさんがやり取りやってます。副島さんがそこに。ただいま副島さんの車に乗り込みました。うん、こういうね、それめぐさんこれこう上アクシオンっすね。上アクシオン、上アクシオン。いい、あそこが会場になります。アリオヤオの会場です。こういう感じでね、今ですね、こう会議室を借りてですね、今から打ち合わせをするという流れになります。髪の毛をセットしてきました。はい、それで今から打ち合わせということなんで、黙ってましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの、まあ、メグリーで、劇団スカッシュ大塚達也です。よろしくお願いします。大塚達也です。はい、はい、よろしくお願いします。名前はややこしいんで簡単にします。はい、はい、今日4人来ていただきます。はい、先に流れます。あの、まず僕出ます。で、一応このこちらが、あの大阪春夏秋冬の4人です。で、その隣にはノブキックス。ノブキックス、あんなスタッフっぽい立ち位置なんですね。スタッフ。はい、はい、あ、じゃあ外します。おー、すごい、すごい。あーめぐさん、エロいですか。顔がその女子高生を撮ってる顔が犯罪者の顔になってますか。はい、これで、まあ、どういう感じになってるのか。会場にお客さんはそこそこに集まっています。俺ピンクティーにピンクのズボンを履いちゃってんで、ピンクピンクになっちゃうんですよね。はい、今控室に来ました。こういう感じになってますね。ヒゲ剃りました。はい、偉い、さすが。この音響設備からのこうで、ここにお客さんが向こうにいるって感じですね。1時になりました。さあ、だんだん本番前の空気が出てきました。しかし、メグさんは仕事の電話をしてます。この人電話終わったら、この人が今電話してるんで、電話終わったら始めましょうか。じゃあもう、さすが思うんですね。ダンボールが来ないはい、よろしくお願いします。さあ、今始まりました。副島さんが喋っています。話せないよ、話すことが話せねえよ。いや、大丈夫ですよ、メグさん。さあ、いう感じで喋ってます。どうですか、メグさん、心境は。ゲロ吐きたい。ゲロ吐きたい。そんな緊張してんすか。おっぱい家言うから。おっぱい家言うの。おっぱい家。さあ、メグさん行きました。メグさん行った。メグさん、メグさん行きました。高谷さん、もう気づいたんですけど、高谷さんのサプライズ感が今ね、だいぶ薄れてきてる。いや、そう、もう見えちゃったからね。いいよ。やべ、これ2番目やだな。すげえ人がいる。